こんな未来を実現したい、そのためにこんなことにチャレンジしたいと思っていても、自分一人で完結できることであれば別ですが、多くのチャレンジにおいては周りの理解や協力が必要不可欠です。そのためにも、なぜ私がそれほどまでに成し遂げたいと思うのかという軸を持って周囲に伝えることが大切です。この軸があって初めて周囲の人が共感し協力してくれ、それは未来を実現する大きな力になります。では自分の軸はどうやって作るのでしょう。はじめにこんな問いかけをしてみましょう。あなたってどんな人？私は一緒に働くメンバーや周りの人にまず最初に Who are you? と問いかけているんです。あなたってどんな人？実はとても難しい質問ですね。その質問に答えるために、まずは勉強や生活、遊びの中で自分が何が好きで何が嫌いなのか、何が得意で何が苦手なのかを見極めてみることからスタートしましょう。起きてから寝るまでどんな行動をしていますか？その時にそれぞれどのような感情が湧いていますか？実はこれらの行動や感情の背景には原体験というものが隠れていることがあります。幼い頃に体験したこと、その時に味わった感情が元になって今のあなたの好き嫌い、得意不得意を形成しています。過去の経験は人それぞれです。震災の被害をきっかけに安全な街づくりを目指すようになった人もいれば、親しい人の病気をきっかけに医療の道を目指す人もいます。外国人に道を聞かれて英語で答えられなかった苦い経験をもとに語学を極めて海外で生活するようになった人もいます。何気ないちょっとした過去のことでも、実は私たち一人一人の価値観にインプットされているんです。ここで皆さんに自分の人生のストーリーをお伝えしようと思います。生まれたのはポーランドです。当時のポーランドは共産主義、独裁社会という国だったんです。まあ今おそらくニュースで出てる北朝鮮という国に近いと思うんですよね。1989年にポーランドは行き過ぎた共産主義からなんと行き過ぎた資本主義の国になるんですよね。ただ資本主義になるといきなり、まあ、例えば工場などを、民営化するということになったんですね。民間企業が受け取ると生産性が低いからこそ撤退させるんですよね。9割の人たちが職を失うんですよね。僕の兄たちも失業して、長男の兄がうつ病になってアルコール中毒になって事故に遭って亡くなるんですよね。それで彼がずっと人生が意味がないと言ってて、人生の意味を作っていくというのを、僕は自分のミッションにしたんですよね。ぜひ生まれてからこれまでの道筋をもう一度たどり直し、何が起こってその時に何を感じたのか、その結果どんな自分が今存在するのかを洗い出してみましょう。こうした原体験から来る人の思いには周囲の人は納得を感じます。ですから自分だけのストーリーを整理して、どんな時にも私はこんな人だ、こんなことを考えている、だからこれをやりたいと言える軸を持つことが大切です。最初は綺麗なストーリーにならなくても大丈夫です。周りの人に話してみて、少しずつ自身の原体験や今の価値観は整理されていきます。May the force be with you.